日南市は宮崎県南部に位置する市。伊東市帯藩の城下町として繁栄した九州の小京都と称される帯や風光明媚な日南海岸国定公園などを要する歴史と自然あふれる観光の町である。東は太平洋の日向灘に面する。日本海流の影響により温暖な気候で雨量も豊富である。また夏から秋にかけては 頻繁に台風が接近し、大きな被害を受けることもある。2004年度も半期に放映された NHK 町の連続テレビ小説、若葉の舞台の一つとなった。ワニツカ山系の山地に囲まれている。市の面積の約78%を森林が多い、その多くは特産の帯杉に占められている。森林セラピー基地認定地域。市内を東西を貫く形で、 酒谷川が流れる。この川は、川口付近で高戸線と合流し、太平洋に注ぐ。戦国期は、天然の良好はブラツ港を約く巣帯城をめぐって、戦国大名の伊東市と島津市の100年以上にわたる、国取りの舞台となった。江戸時代は一貫して、伊東市帯半5万7千国の城下町として、繁栄した。 市としての歴史は1950年1月1日の南中郡帯尾町、阿賀田町、油津町及び東郷村の4町村の合併から始まる。この合併協議においては、城下町としての歴史と文化を色濃く残す商業の中心、尾町と古くから、 漁師町として知られ、漁業や海運業を中心とした活気ある港町、油津町の双方の住民の意識や性格の相違、庁舎設置の主導権争いなどが原因で何度も協議が決裂しそうになった。それでも協議を続け、新庁舎を両町の中間であり、新市の中央にある阿賀田町に置くなど、双方が歩み寄ったことで、 ようやく調印できる段階にまでこぎつけた。しかし、新氏名の協議で、油津町は油津市、帯町は帯市を提案したことでまたしても両町が対立。再び協議の決裂が起こりかねない状況になった。その際、他にも、日向市や、愛立市など様々な意見が出されたものの、結局古くから一部で用いられており、日向国、日本の、 日とその南にあるということで、南の二文字を取って、日南市に落ち着いた。つまり、この使名そのものが合併の苦難や、当時の住民の志を象徴するものとなっている。なお、この合併は、昭和の大合併の先駆けになったとされ、当時は、まだ珍しかった、市町村合併での成功例として、参考とすべく多くの市町村が当地を視察に、訪れたという。 その後、南中郡、細田町及び宇戸村、南中郡榎原村及び酒屋村の、編入合併を経た。平成の大合併の流れに沿い、2004年8月に、住民発議により隣接する南中郡北郷町、及び南郷町と、日南市、北郷町、南郷町合併協議会を設置し、合併の検討を進めた。しかし、両町の住民投票による、 賛成過半数を受け合併の調印まで行ったにも、かかわらず、北郷町議会が合併議案を否決したため計画が頓挫し、2005年5月に協議会を解散した。その後、両町の議会が改選され合併賛成派が多数を占めたことや北郷町の町長選挙で合併賛成派の候補が当選したことなどから、2007年9月28日に、 合併協議会を再設置。2009年3月30日に合併し、日南市となった。定数19農林水産業主要な産業である。特にカツオの一本釣り量による水揚げ量は、日本一で2021年に日本農業遺産に認定された。カツオの刺身を醤油ダレで味わう、カツオ飯が郷土料理となっている。 製造業を応じ精に治難工場があり、企業城下町としての一面も併せ持つ。この他にも自動車用冷館単造部品メーカーの、道は本社も立地する。ここでは、それぞれの地区に属する町や大技についても記述する。南合新洋金古本店、ずた地区中心部周辺の空中写真。1975年1月14日撮影。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。人口約18,800人。視聴者や消防署、警察署が立地し、日南市発足当初から行政の中心地区である。元が田園地帯で用地確保がしやすかったことから住宅地が造成されて人口も市内で最も多い。 ここ数年、様々な郊外型商業施設の出展が加速し、商業の中心としての役割も担っている。割れた村発足時、並びに、日南市発足時には、以下の大技があった。後に、区画整理や住居表示実施により、以下の町が発足した。油津港空撮画像堀川運河と堀川橋、油津地区中心部周辺の空中写真。 1975年1月14日撮影。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。人口約5700人。日南市の中で面積が最も小さい地区。かつて東洋一のマグロ漁港と言われた油津港を中心とした港町であり、王子を忍ぶ観光地としても脚光を浴びている。 サーフィンスポットとして有名な梅が、浜がある。市内最大の商店街や、日南山形や、サピア日南ショッピングセンターなどを要す古くからの商業集積地だが、サピアは、各テナントと武器や日南店の撤退以後制裁をかき、きアーケード街、商店街のシャッター街化も認められ、前述のあずた地区に押されつつあるのが現状である。かつて、油津町は、 全域で大技を設置していなかったが、後に割れた村平野の一部を編入し油津町の大技とした。日南市発足時、大技のない部分は大技油津となり、平野は安田地区の平野と統合された。後に区画整理や住居表示実施により以下の町が発足した。 帯城大手もに横ばば帯地区中心部周辺の空中写真。1975年1月14日撮影。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。人口約6400人。江戸時代まで帯藩の城下町として繁栄した。1977年に九州沖縄地方で 最初の重要伝統的建造物群保存地区の選定を受け城下町らしい景観と帯城を復元をするために大規模な改修を行った。現在は日南の観光地区の役割を果たしている。帯村発足時、並びに日南市発足時には以下の大技があった。後に住居表示実施により以下の町が発足し、二大技が消滅した。人口、 約五千人。あずた地区の北にあり、農業が盛んな地区である。東九州自動車道のインターチェンジの建設予定地でもあり、だが、比較的多い。東郷村発足時、並びに、日南市発足時には、以下の大技があった。以後、町名設置は行われず現在に至る。宇土神宮人口、約千人。日南市の北東部にある。 市内で最も人口の少ない地区。漁業や地形を生かして、ポンカンの栽培が盛んである。中心部には、ウド神宮があり、多くの参拝客が訪れる。また、地質の違いによってできた鬼の選択岩、世界で唯一イースター島から複製を認められた、モアイ像が設置されている、サンメッセ日南がある。サンメッセ日南に、モアイ像がある理由だが、 イースター島において、1992年から3年かけて、日本のモアイ修復チームが倒れていた15体のモアイを立ち上げた。この奉仕と友情に対し、ラパヌイの長老会と島民が、日本で復元することを許可したためである。サンメッセにちなんでは、7体のモアイ像を、完全復刻している。高さ5.5メートル、重さ一体18から20トン内には、 世界の珍しい昆虫の展示やユネスコ本部より、直接許可のパネル、町の地上へ、売店、レストランファーストフード店などがある。台風や大雨の際には土砂崩れなどが起こりやすい、ことから、生活道路である国道220号が、通行止めになり一時孤立することもある。宇ど村発足時、並びに、日南市発足時には、以下の大技があった。以後、 町名設置は行われず現在に至る。人口、約1200人。日南市の中で最も西にある地区。山沿いのため降水量が多い。道の駅、酒屋や日本の棚田100選にも選ばれた、坂本棚田、キャンプ場など自然を生かした観光地が多い。酒屋村発足時、並びに、日南市発足時には、以下の大技があった。以後、 町名設置は行われず現在に至る。王道津王道津地区中心部周辺の空中写真。1975年1月14日撮影の2枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。人口約4200人。日南市の南部に位置。 旧榎原村の一部であった奥母地区も含む、沿岸には、王道津港や、王道津海水浴場がある。農業が盛んで、早期水稲で栽培された米や、極草みかん、スイートピーが特産である。また、宮崎自徳湖の生産も盛んである。細田村発足時、並びに、日南市発足時には、以下の大技があった。後にえのき、江 原村の一部を編入し、以下の大技が当地区として扱われるようになる。また、日南市発足直後に、町名設置が行われ、後に、住居表示が実施された。花立公園北郷地区中心部周辺の空中写真。1975年1月20日撮影。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成人口約4700人旧日南市の北側に位置する地区林業やスイートピーなどの栽培を中心とした農業を基盤産業とする日南市に合併した際にそれまでの大技が引き継がれ大技の前に北郷町を監するようになった道の駅南 号からの長望南号地区中心部周辺の空中写真。1975年1月14日撮影の2枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。人口約1万1人。旧日南市の南側に位置する地区。漁業が盛んである。日南市に合併した際に、 それまでの町、大技が引き継がれ、大技の前に、南号町を冠するようになった。海岸沿いを南北に、国道220号が走り、県庁所在地である、宮崎市や南の串間市と結ぶ。この路線は、風光明媚な日南海岸を通るため、観光路線としても重要な道路であるものの、陸地側、海岸側の双方が、断崖絶壁であり、 災害に非常に弱い。このため、北郷町を経由して、宮崎市と連絡する、内陸側のルートとして、県道にちなん高岡線が1993年2月4日までに整備された。西隣の都の城市との連絡には、国道222号があり、市内を東西に走る。二つの国道は、港のある、油津地区で交わる。この他に、といみ 高島方面を海岸沿いに走る国道448号が南郷地区で国道220号から分岐する。高速道路については東九州自動車道の日南北郷インターチェンジ日南東郷 IC 間が2018年3月11日に開通。宮崎市方面の清武南 IC 日南北郷インターチェンジ間は2022年度開通予定と。 なっているまた、日南統合 IC 以南の区間については、国道220号日南、渋市道路として建設される方針であり、2018年3月現在では、日南市内の日南統合 IC 油津、インターチェンジ間のみが事業化されているが、油津インターチェンジ以南は事業化されておらず、基本計画に止まっている。加えて、 東九州自動車道の清竹 JCT 末吉宝部インターチェンジ間は新直轄方式で整備が行われているため日南市内のインターチェンジに料金所は設置されておらず無料での通行が可能となっているこの区間は国道220号県道27号28号の土砂災害津波災害時の代替路として建設されており 内陸に12本のトンネルを、掘削13本の橋を架けて建設している。この区間で最長となる、井の八重トンネルは、長さ4858メートルとなり、開通後、道路用トンネルとしては、格闘トンネルに次いで、宮崎県内で2位、九州で第3位の長さとなる予定。油津地区に、県南最大の港である油津港を有するが、漁船や、 貨物船の利用がほとんどで、油津港からの定期旅客船の発着はない。ただし、南郷地区にある、明津港からは近くにある大島との定期旅客船があり、大島に住む住民や観光客、釣り客を中心に利用されている。同じく、南郷地区の外浦港は、海中観光船が発着している。三メッセ日南の萌え、日南市。 天福球場南郷町中央公園野球場、帯名物の厚焼き卵、帯店。ありがとうございます。